おはようございます。釣り子 TV です。釣り場から失礼いたします。じゃじゃん、これね、デプスの坂又シャッドの小さいサイズね、4インチのね坂又シャッドですね。これをね買うことができたんで、早速ね、釣り場に持ってくることができたんで、どんな感じかね、試してみたいと思います。紹介実況インプレみたいな感じでね、まずねどんなルアーかだけちょっと見ておきますね。まあ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 、こういう感じの勝手知ったる坂又シャッドの小型サイズってね、ミドストにも良さそうだし、ノーシンカーにも良さそうだしね、結構ね使いやすいね、関東なんかではそんなサイズ感じゃないかなということで、お腹のところにはね、おなじみのスリットも入っているので、オフセットフックなんかでね、フッキングのいいセッティングができるんじゃないかなということで、じゃあ早速試してみたいと思います。坂又シャッドの4インチ。よっしゃ、よっしゃ、おー、坂又4インチ。はい、坂又4インチ釣れましたよ。流れの中をね逃げ惑うベイトフィッシュみたいにしたらがっぷり、イエーイ。じゃあね、ちょっと小さいですね、逃がしてあげます。イエーイ。こんな流れの中にいたね。なんか今ボコって競争でバイトするのが見えたよ。流針よりこう流れの巻いてるとこにベイトフィッシュが避難してきたよっていう感じであれば食うのかな。まあ引っ張ってきてこのくぼみでチューチューしてたらバッコリって感じだったね。お、食った、レンチャン、レンチャン、坂またすごい、レンチャン、よいしょ。ベイトフィッシュ刺してきたのかな。はい、坂またシャットなんかレンチャンしだしましたよ。岸際のねちょっと流れが巻いてるところね、お、逃げ惑うベイトフィッシュみたいにやったらね、餌のサイズが合ってるのかな。小さいけど綺麗なバー、坂又シャッドの4インチ、やったね。
ターンだね。高又シャットで2連発。針はね、スーペリオの CO フックの10番ね、刺さりが抜群なんで。でここはそんなカバーとかないから針先はもう隠さずに、やっております。でかいのとか刺してこないかな。流れのこう際を逃げるって感じの、そういう動きにたまらずバイト。おお、また食った。あーしゃー、3連発坂又4インチすごいぞ。よっしゃ、よいしょ。はい、坂又3連発餌のサイズと合ってるんだね。おー元気ー、がっぷり飲んでますよ。ふうふう、ねえサイズは小さいけどズバーンって感じで食ってくれるからね、面白いね。はい、じゃあ逃がします。3連発したよ。いやー、ちょっと表付けが破れてきたから逆付け坂また試してみるかな。よいしょ、魚が刺してきたよ。雨も降ってきたけど釣れるからやめらんね。こう際の際に逃げ惑う魚、早めっていうキーワードでねアクションさせてたら連チャンしてくれてますね。岸際に落としてペペペペペって逃がす。あ、でタックルはですね、これはベルサートのミディアムライト67っていうやつに、グラビアスのハイギアね、流れがこう速いからパパパパパーンってね、さらにアップで投げてもねアクションできるよ。おー、また食った。4連発うほほ、入れ食い入れ食い、坂又入れ食い祭り開催中。おいしょ、おい、4連発かな。このサイズの小さいバースがね坂又をとにかく食ってくれるね。サイズは小さいけども、楽しいね。でっかいのもいないかな。イエーイ。ちょっと一匹目ね頭がちぎれたから修理用意んで戻して新鮮なやつね。うわー、これもう何袋か買っとけよかったな。めっちゃ釣れるじゃんよ。ちょっとお試し1袋で買ったけどまだね違う色とかも選べたんですよね。もうちょっと買えばよかった。これでもね1匹で4匹ぐらい、まあちっちゃいのだったら釣れるから、ちょっと食った。まだいた。よいしょ、ほい。あ、うわー、ごめんね、針が出てる。あ、お尻から、うわー細い糸でお尻から針が出てました。でもうんちで出たんだね、よかったね。これ針がね出てた。バス君ルアー食べたんだね。はい、まあでも、元気そうだからよかったよかった。
な気がします。はい、これがね坂又シャトル。これね今ねバスのお尻からうんちで出てた針ね、うん、無事ねワームはないけどね出てきたんだね。はい、じゃあこれゴミで持って帰ります。